こんんにちは将棋ファンの皆さん今日あななたが目撃しているるのは将棋界における歴史的な瞬間です日本将棋の新たなスター藤井聡太王座が再び挑戦者を迎え撃つ王座戦第3局が京都市ウェスティントホテル京都で幕を開けましたこの場所は将棋界の歴史に残る八冠独占を藤井聡太が成し遂げた場所であり彼にとって縁起の良い舞台です 今回の対局で藤井聡太は初防衛を果たすのか、あるいは長瀬拓也球団が王座を奪還するのか、注目が集まる一戦となっています。歴史の舞台、ウェスティンとホテル京都。まず注目すべきは、対局が行われているウェスティンとホテル京都です。昨年、この地で藤井聡太は全八冠制覇を達成し、将棋界の新たな歴史を作り上げました。藤井聡太にとって、 この場所は特別な意味を持つだけでなく、彼の強さと輝かしい未来を象徴する場所でもあります。今年も同じ舞台で長瀬球団との激しい戦いが繰り広げられます。激しい格変わり戦術が展開。戦型は角変わり、両者の高度な研究が反映され、開始わずか20分で40手を超える超ハイペースな展開が繰り広げられました。角変わりは、 駒の配置や交換のタイミングが勝敗を大きく左右する戦法であり、慎重さと攻めの大胆さが求められます。ここで重要なのは、両者がこの戦形に精通しているため、互いに手の内を知り尽くしている点です。長瀬球団は、今回のシリーズで藤井聡太に2連敗しており、今回は後がない状況。先手の長瀬は飛車先の方を突き、藤井聡太もそれに応じて同様に飛車先の方を突き返します。 まるで緊張感が漂う静かな舞台の中で、二人の将棋師が静かに、しかし確実に戦いの準備を進めている様子が目に浮かびます。対局の流れ藤井壮太が二連勝していることから、この第三局での勝利は彼にとって初防衛となる重要な局面です。対局の始まりから、長瀬球団の反撃の一手が次々と繰り出され、観客たちはその緊張感を肌で感じています。 藤井聡太にとってもここでの勝利は昨年達成した八冠独占の地でのさらなる栄光を意味します第1局では藤井聡太が三三金型早繰銀という予想外の戦法を用い挑戦者の永瀬に揺さぶりをかけました彼の柔軟な発想は挑戦者の戦略を崩し先手を取ることに成功しましたそして第2局では激しい攻防が繰り広げられ 藤井聡太の鋭い攻撃が光りました。銀を捨てて香りを打ち込むという大胆な手を駆使し直線的な攻めで永瀬を圧倒しました。両者の心理戦この対局には単なる技術や戦略だけでなく両者の心理戦が絡み合っています。藤井聡太は常に冷静沈着でありながらその奥には燃えるような闘志を秘めています。彼の言って言っってては、 まるで将棋盤を支配するかのように緻密に計算されておりその計算高さは将棋界でも屈指のものです一方の永瀬九段もかつて名誉王座を目指した強者としての誇りを持ち簡単には引き下がりません永瀬の反撃の一手はまるで最後の希望をかけるかのように鋭さを増しています特に興味深いのは両者がこれまでに言ってきた vs 練習将棋です 互いの手の内を知り尽くしているがゆえに、次の一手がどう出るかは予想できない緊張感が続きます。それゆえに、この角変わり戦はまるで二人の将棋士が完全に同期し合っているかのように見え、戦いが進むにつれてその緊張感が高まっていきます。藤井聡太の未来と将棋界への影響藤井聡太の将棋は単に対局の勝敗を超えたものです。 彼の存在そのものが、将棋界の未来を切り開く鍵となっています。彼の独創的な発想と冷静な判断力は、将棋の新たな可能性を示しています。そして、藤井聡太の成長を見守ることで、ファンもまたその世界に引き込まれていきます。今後、藤井聡太は将棋界をさらに発展させ、多くの若い将棋士たちに新たな道を示すことでしょう。そして、彼の歩みは、 将棋界の歴史に深くく刻ままれていいことは間違いありません強く、そして輝く未来へ。この第3局での勝敗は、藤井聡太が初防衛を果たすか、あるいは永瀬球団がその王座を奪い返すか、どちらに転ぶか分かりません。しかし、いずれにせよ、この対局は将棋史に残る名勝負となるでしょう。藤井聡太の未来は、常にその一手一手にかかっています。そして ファンの皆さんの応援がその一手をさらに強くするのです。勝負の世界では最後の一手まで何が起こるかわからない。この言葉を胸に私たちも藤井聡太と共に歩んでいきましょう。そして将棋という素晴らしいゲームを藤井聡太と共に未来へつないでいくのです。